リップルがあのアマゾンと提携、速度を上げて需要を拡大していくリップル、今後どう変革を行っていくのか、その真相とは。こんばんは、マイケル健三です。いつも動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。先月にですね、リップルが SEC との裁判で一部勝訴をしてからですね、速度を加速してさらに世界中に需要を拡大しております。そしてですね、リップルは今回ですね、あのアマゾンの関連組織でもあります AWS アマゾンウェブサービスとの提携をしたことを判明しました。今後ですね、 Apple と AWS はですね、 XRP でどうオンライン取引に変革をするのか、かなり注目を集めておりますので、こちらをですね、詳しくお話をしていきたいと思います。今回の内容はですね、直接的にですね、利益につながってくるお話にも少し関わりはありますので、ぜひ最後までご覧いただければと思うんですが、今回の目次はですね、こんな感じになっております。リップルの最新情報をお話ししてから、リップルの今後の動き、こちら2点をですね、詳しく解説をしていきたいと思います。動画の最後の方にはですね、 XRP 保有者必見のですね、今後の動きについて詳しくチャート解説など交えながら解説をしていきますので、こちらの動画をですね、ぜひ最後までご覧いただければと思います。早速ですね、本編に入っていきたいと思います。まずはですね、リップル最新情報からですね、まずはじめにこちらをご覧いただければと思うんですが、こちらの記事にはですね、リップルと BIS 国際決済銀行が決済タスクフォース提携という記事になっておりますので、この記事の本題はですね、リップルが BIS 国際決済銀行の決済タスクフォース正式メンバーにですね、加盟したということになっております。そもそもですね、この BIS 国際決済銀行とは何かというところになってくるんですが、バンクフォーインターナショナルセトルメンツ、国際決済銀行のことを指しておりまして、1930年にですね、設立された中央銀行をメンバーとする組織になっておりまして、スイスのバーゼルにですね、本部がありますというところになっております。中央銀行間のですね、協力促進のための場を提供しているほかですね、中央銀行からの預金の預け入れなどの銀行業務も行っております。こちらの BIS にはですね、2022年6月末時点でですね、日本を含め63カ国が地域の中央銀行が加盟しておりまして、ちなみにですね、日本銀行自体はですね、1994年の9月以降にですね、理事会のメンバーとなっております。そんな国と地域の中央銀行が加盟をしている BIS の決済タスクフォース正式メンバーにですね、今回リップルが新しく加盟したというとんでもないですね、ことが起こっているのを皆さん知っていましたでしょうか。 BIS はですね、これに対しまして、 BIS 決済市場インフラ委員会の不可欠な部分でもあります、国境を越えた決済タスクフォースにですね、リップルが加わったことは重要な意味を持っている。今回の注目に値する異業は、金融環境変革におけるリップルの専門知識を強調するだけではなく、国境を越えた決済システムとの進化における極めて重要な時間を示しているというふうにですね、話しておりまして、今回のことはですね、リップルは異業を成し遂げたという素晴らしいことになっております。また中央銀行の中の中央銀行とも呼ばれるですね、 BIS はですね、金融分野における協力と革新的な思考の世界的なハブとしての役割を果たしておりまして、 BIS からもですね、認められているリップルにはなってくるんですが、僕はですね、主に決済技術が素晴らしく評価されていると思っております。というのもですね、こちらの記事をご覧いただきたいんですが、国際決済ブランドの一つもありますマスターカードのですね、 CBDC プログラムにですね、リップルが決済手段技術の提供を発表しております。ちなみにですね、マスターカードはですね、いくつかの企業がですね、パートナーシップを結んでいるんですが、リップルの他にですね、メタマスクを開発したですね、コンセンシスがありまして、今後ですね、マスターカードは仮想通貨決済の先駆者となり、仮想通貨決済の需要を広げていけばですね、その際に技術を提供したリップル社をはじめとする企業がですね、注目されるのはですね、当然な必然的な話になりますよね。そうなってくればですね、リップルへの関心だったりとか、 XRP の価格上昇につながってくるんではないのかなというふうにですね、予想をしています。そしてですね、今勢いよくですね、世界中に需要を拡大しているリップルがですね、Amazon の関連組織でもあります AWS Amazon Web Service と提携したことが判明しまして、リップルの技術革新を採用するというこの発表はですね、金融取引を実行するための正真正銘のですね、手段としての仮想通貨の認知と支持が高まっていることを意味していると言えますよね。さらにですね、今回のパートナーシップによりですね、 Amazon の利用者を迅速かつコスト効率の高い取引が実現できるようになってきまして、業界大手間のパートナーシップ提携はですね、広
広い範囲での仮想通貨統合に向けたですね、大きな飛躍を意味しておりまして、世界的な金融システムの将来を形作る革新的なコラボレーションの前例となることを期待されております。またですね、リップルラボはですね、その確固たる取り組みによりまして、仮想通貨がですね、従来の法定通貨と調和をして共存をする未来の基礎を築き、それによってですね、世界的な取引の風景を再構築することを目指しております。さらに XRP はですね、より迅速かつ合理化された決済ソリューションを提供するという約束で名声を博しておりまして、地球上に分散をしている Amazon のですね、世界中の顧客ベースに特に適しているというふうにもですね、話しているんですよね。そして今回ですね、パートナーシップによりAmazon をオンラインでスムーズかつ迅速な取引のため、前例のない基準を確立することになるというふうに予測がされております。ちょっとここでですね、僕の動画を初めて見る方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に自己紹介をしたいと思います。僕はですね、1997年生まれの26歳になっておりまして、最近ですね、筋トレとサウナにハマっておりまして、体脂肪率がですね 10% に達したマイケル健三です。今までですね、いろんな投資をやってきまして、例えば FX、 バイナリーオプション、株、仮想通貨、不動産ですね、もうかれこれ5年ぐらいやっておりますかね。僕が投資を始めたきっかけとしてなんですが、20歳の時にですね、アメリカに留学をしていたんですが、その時にある投資家と出会ったことで始めました。その人は後に僕の師匠のような存在になる方なんですが、その方からですね、投資の全てを教わりまして、2021年の仮想通貨バブル期でですね、億単位の利益を出すことに成功しました。僕は今現在ですね、オーストラリアに移住をしまして、この師匠のように今度は僕が日本にいる皆さんに海外でしか獲得することができない情報をお届けしたいと思いまして、 YouTube 活動をしております。今の経済や流行のほとんどはですね、海外から始まり日本に流れてくる仕組みになっているんですね。海外にいる僕だからこそですね、誰よりも早く有益情報をお届けすることも可能になっておりますし、仮想通貨はですね、情報の鮮度というところがかなり大事になってきまして、あと1時間早かったらだったりとか、あと1日早かったら爆撃を出せたのにということがですね、当たり前の業界になっておりますので、僕からの情報をいち早く受け取ってですね、送り人が一人でも多く出てほしいと強く思っております。そしてその僕からの情報をですね、いち早く受け取るにはですね、 YouTube だけですと編集などもありましてですね、遅くなってしまう可能性もありますので、公式 LINE も作成してあります。僕の LINE を登録していただくとですね、最短最速で僕からの有益な情報が受け取れますし、期待値抜群の有益コインをですね、無料配布する企画を LINE 登録者限定で行っております。またですね、僕が実際に投資をしている銘柄のポートフォリオの無料配布だったりとか、有益な IDO 情報、 LINE 登録者限定情報などを配信しておりますので、まだですね、僕の LINE を登録してない方はですね、今のうちに概要欄から僕の LINE を追加していただき、僕と一緒にですね、次のバブルでしっかりと送り人になれるように今から準備をしていければと思います。続いてですね、リップルの今後の動きをお話ししていこうと思うんですが、止まることのないリップルの需要の拡大の波風はですね、ビットコインを脅かす存在になるだろうと僕は密かに思っておりまして、現在のリップルの価格自体はですね、 77.20 円となっておりまして、直近ビットコインのですね、下落によりまして、いいファンダが入っているにもかかわらずですね、 XRP を含むアルトコインも下落基調にはありますよね。そこでですね、今後の動きの相場解説をしていこうと思います。こちらに関してはですね、キーワード特典として別で撮影したものをお渡ししたいと思いますので、 XRP でですね、堅実に利益を出していきたいというあなたはですね、相場解説をした動画をしっかりと受け取って参考にされていただければと思います。こちらの限定動画の受け取り方法に関しましてはですね、概要欄にあります僕の LINE にですね、リップルとだけですね、カタカナで送ってきてくださった方限定でですね、すぐお渡ししますので、リップルとだけですね、メッセージを僕に送ってみてください。はい、本日はですね、リップルとアマゾンが提携をしたという大ニュースをですね、お伝えをしていきました。リップル自体ですね、元からですね、決済サービスが優れているなどと言われておりまして、決済手段としてですね、多くの可能性を残しているリップルなんですが、今からですね、しっかりとちょっとずつですね、リップルに投資をしていけばですね、上昇する可能性がですね、かなり期待できるかと思いますので、しっかりとですね、僕の限定情報を受け取って参考にしていただきですね、リップルを少量ですね、保有をされてみていただければと思いますので、概要欄の僕の LINE にですね、リップルとだけですね、メッセージを送って、しっかりと限定動画を受け取るようにしてみてください。また僕のチャンネルではですね、日々有益な情報だけを厳選して配信していきますので、今のうちにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また概要欄にはですね、僕のテレグラムチャンネルもありますので、今のうちにですね、追加の方を忘れずによろしくお願いいたします。本日の動画はですね、以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。